G20A 車体前方より G 型エンジンはホンダ技研工業で製造されていた大型車主用の直列5気筒ガソリンエンジンである。すべて SAHC の20バルブ。FF 車においてエンジンの重心位置を前輪車軸より後ろに下げ、縦置きに搭載する FF ミッドシップレイアウト採用のため新しく開発された直列5気筒エンジンである。 このレイアウトによるエンジン搭載位置の上昇はドライブシャフトをオイルパンに貫通させることで防ぎ、さらにエンジンを車体右側へ35度傾斜させることでより低重心化を図った。バルブは吸気に、排気にの形式で、点火プラグ先端は燃焼室の天井中央に露出しているが、点火プラグ自体はカムシャフトを避けるため吸気バルブ側に傾けている。 シリンダーブロックはアルミ製で一時空力によるエンジンの振動を低減させるため初期モデルのみバランサーが装着されたが後にエンジンマウントの改良により廃止されている PGM5 使用1種類のみでインテークマニホールドに可変吸気装置が装備されているエキゾーストマニホールドはステンレス製の5から3から1集合のレイアウトを取り その後方に排気ガス浄化のため三元触媒を装着する。アコードインスパイア、ビガー発売時のファクトブック縦置きレイアウトのため、ドライブシャフトとクランクシャフトが直行し、ドライブシャフトより高い位置にクランクシャフトを配置せざるを得ないため、ありがとうございます。